こんにちは、ファブリカです。ご覧いただきありがとうございます。今回は刺繍糸を絡めずに束から引き抜いたりほどいたりするコツをご紹介します。フリーステッチと呼ばれるフランス刺繍、あとクロスステッチなどでよく使う25番の刺繍糸です。メーカーは手芸店などで手に入りやすい DMC とコスモ、あとオリンパス、この3つで説明していきます。それではご覧ください。まずこれがコスモの糸です。これが DMC、 これがオリンパスです。それぞれブランドの名前が書いてあるラベルと色番号が書いてあるラベルがついています。で、この状態から直接使う分を引っ張ってカットする方もいらっしゃいますし、このように使いやすい長さにカットして三つ編みにして使う場合もあります。私はこの方法です。あとは糸巻きに巻いたり、いろんな方法があると思いますが、どの方法を取るにしてもこの束から引き抜かないといけません。何も考えずに引っ張っちゃうとこんな風に絡まってしまうことがよくあります。で、こうラベルを外してこう丁寧に輪っかに広げて、でこう左手にはめて端を見つけてこうやって外していく方法、これも結構一般的でいい方法なんですが、ちょっと時間がかかります。なので今回はラベルをつけたままスムーズに糸を引いていくというコツをお伝えしようと思います。それではまずこの DMC を除いたこの日本のメーカー、オリンパスとコスモ、この2つのやり方を説明します。で、これはこのブランドネームがついてる方ですね。こっちにこういうふうにぴょこんと飛び出ている糸があると思います。買ってきた状態でこういうふうに、でここから引き抜いていくんですが、まれにこう綺麗に入っちゃってて見つからないっていうことがあるので、その時はちょっとだけこのラベルを中央側に寄せてみるとこうやって出てきます。で、この短いの、こっちの内側に入り込んでる短いのを引いちゃうと、こっちに引くと引っかかってきてしまうので、これは引かないようにしてください。この明らかにぴょこんと出ている方を引っ張ります。こっちもここにあるけどこれじゃなくて、こっちの長く飛び出している方を引っ張ります。では実際にやってみます。ラベルを中央側にちょっと寄せて、でねじれちゃってる場合は少しピッとこう引っ張ります。で、左手で持って、で素直に右手でまっすぐ引いていきます。で、ここで使う方はここでカットして使いますが、こういうふうに三つ編みにしたり、あと糸巻きに巻いたりする方は一回全部出すので、この端っこが分かるように置いて、でずっと引いていきます。で、どうしても最後の方はこういう風になっちゃう時もあるんですけど、いろいろいじらずに素直に引いていくとほろっとほどけるはずなので、
力を入れないでスーッと引くという風にしていってください。と次に DMC です。これはさっきのこのブランドネーム側ではなくて、こっちのバーコードがついた色番とか色の名前が書いてある方ですね、お尻の方から引き抜きます。とこっち向きに出ているこの糸端ですね、これを引っ張っていきます。全部ほどけたら、私がいつも保管している状態の三つ編みにしていきます。以前詳しくご紹介しましたが、ここでもちょっとやってみます。端と端を合わせて2つ折りにまずします。そしたらまた端と端を合わせて、これで四つ折りになります。そしたらこれを三つ折りにします。とこの一束、一かせと言いますが、一かせ8メートル入っているので、これを2等分して2等分して3等分するので、約66センチぐらいの長さになって、まあ割と使いやすい長さになってくれます。でこの状態にしたら、色番が分かんなくならないようにラベルを戻していきます。でこの輪っかになっている端っこをハサミで切ります。そうしたらこの中心をどっかに引っ掛けるか、テープなどで簡単に固定して、で緩く三つ編みをします。あんまりきっちり編んでしまうと引き抜きにくいので、で糸に跡がついちゃうので、ゆるーく三つ編みをしてください。この状態にするとここから1本ずつ引き抜けるので無駄も出なくておすすめです。いかがでしたでしょうか。とメーカーさんによってはラベルなども時々リニューアルされたりしますので、巻き方なども今後変わってくる可能性も絶対にないとは言えないので、参考程度に見ていただけたら嬉しいです。とこれからも私が経験上感じた使いやすい方法などがありましたらご紹介していきたいと思っています。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。